今カメラ前です。さあ皆さん、3月ですけども、はい、お元気ですか？こんばんは、ボリマリガトン。こんばんは、こんばんは。最強の時間割見た、嬉しい。皆さん、最強の時間割にまた出演させてもらったので、ぜひ見てください。 TVer の番組なんですけど、はい。先生はペコさんで、なんかポジティブになれる、そう、授業でした。そうなんです。ありがとう。わ、これもありがとう。これってみんなのここに表示されてるかわかんない。なんだっけ、ひな祭り。ありがとう。見た？ありがとうございます。くもも、ありがとうございます。めちゃめちゃたくさんのギフトをありがとうございます。何このギフト、なんかネジみたいな、ネジみたいなギフト、ありがとうございます。なんかね、突き刺さる話題でしたね。ネガティブ、ネガティブ人間からすると、まあ、そんなにネガティブ、わかんないけど。ありがとうございます、ギフト。まだ見てない方はぜひ見てください。マニアタン、やばい、眠たい。眠すぎるよ、眠い。わあ、ありがとう、ありがとう。顔はめ、顔はめパネル、お代理様、ありがとうございます。いや、ガチで睡眠不足ですね。もう、いてて、本当に本当に眠たい。へへ、うん、もうみんな寝ると時間なの？暗くして見てる人がいる。体調崩さないで、それな、こういう時に免疫下がるけね、マジで。ご飯はめっちゃ食べてます。今日も沖前公園のレッスンを夜ずっとしてました。なんか私のやりたい曲とかやれて嬉しいです。嬉しい。歌えそう、やばい。ママハート、ありがとうございます。うんうん、見に行きたい、来てください。スタンディング、そうですね、スタンディングになっちゃうけど、いやね、沖前公園なんか座れ、まあ、なんかね、座りがね、座りと立ち見なんですけど、座り外れちゃった人がもう行かない、立ち見だったらもう行かないみたいな人いる。まあ疲れるよね、
聞いてくスタンディング4つで、あ、それは結構しんどいですね。ありがとう。まあね、立ち見ね、そうだよね。お待ちしてます。3時間ぐらい、え、公演ですか？そんなにないかな、3時間はない、さすがに。2時間ないかな、多分1時間半ぐらいかな。うん、あ、盛り上がる。立ち見逆に嬉しい人もいる。うん、2人で。そうね、アンコールは、アンコールはあのみんながアンコールアンコールしてくれたらアンコールしたいと思います。アンコールがあるのは当たり前じゃないですからね。ありがとう。お見送りはあり。大事。やらない時あるの？アンコール？アンコールするタイミングが分かんなかったらないかもしれない。なんかさ、まああのゴーゴーリトルシーバーズ公演、はい、昔ありましてですね、なんかちょっとアンコールのタイミングがね、多分ねもう分かんないような終わり方だったんですよ。結構なんかこの公演スタイルがちょっと全然変わってて、そうね、終わったんですけど、アンコールがかからなかったんですけど、初日あの呼ばれたかのように出ました。暗闇で太陽は水平線の彼方を目指して、はい、呼ばれました、本編終わりましたが出てきましたみたいな感じで、そしたらみんながあ、この位置なんだなって覚えてくれて、あの次の公演からアンコールがかかったんですよ。そうなんです、それくらいですかね。でも本当にその最初からみんなで言ってたんですよ、なんかもしかからなかったらどうするんだ、だってさすがにこれはちょっと普段やってるのと違いすぎて、新しい形式すぎてどこで終わったのか分かんないから、そうみんなですごい心配してて、で初日もう出ました。ありがとう。みんなもめっちゃなんか心配してた。誰も発動しなかったのか、まあ、もうよっしゃアンコール行くぞって言ってまだ本編終了しなかったらめっちゃ気まずいですもんね。まあでもわかるよ、初日はみんな新しいからさ、わかんないもんね、もうどこでどうなるかわからんけさ。
メンバーが言う自らね。皆さん明日花だれ公演です。私元旦ぶりなんでめっちゃ緊張する。ちょっと最後の曲ですって言ってもらわないと。確かに次が最後の曲になります。ありがとうございます。今来たばっかり、嘘つくな、さっきもいただろう、最初からいるだろう、そこをなんとかできるわけないだろう。まあ、ありがとうございます。やばい、鼻水出た。うわ、ごめんなさい、こんなこと言っちゃった、アイドルなのに。いやどんまい、なんだとどんまい級ね、はいはいはい、どんまい級、どんまい級、ありがとう。鼻水がねずっと出てる。なんか何なんだろうね、本当に本当に水道ここ水道です。今日花粉やばかった。え、もう花粉症じゃないよね。蛇口が。なんかさ、日によってなんかね喉がめっちゃかゆいんよね。なんか分からん、今日めっちゃ喉かゆくて咳がすごいめっちゃ日によるんやけどね。そうてかね、え、鬼寒くない？なんか寒いよね今日。割と外おったんやけどさ、午前中は寒すぎてさ、え、寒いよね。なんかあんなにあったかい日があったのに真冬、うん、マジ寒い、本当に寒い。え、あ、え、明日か、あ、今日か3月や。花粉症は突然なりますから、ね、聞いてくださいよ。2月ぐらいに検査したんですよそうなんですよ、実はですね、もうじゃあ昨日なったぐらいかもしれない、今日なったとか、今日発症花粉症。いえ、明日も寒いんだって、みんな気をつけてね。
た。結婚してありがとうございます。目が勝手に閉じちゃう。目閉じて話そうかな。瞳を閉じて、ん？瞳を閉じてってなんだ？平井堅さんの曲か。今週、いや本当にね、毎回ね、もういろんな危機が、危機っていうか、なんか結構2月終わりの週は本当にアイドルズのことで頭がめちゃくちゃいっぱいで、でも本当にもう焦りもあるし、いろいろなんかやばいやばいやばいってなってて、でもなんかそうなるたびに2023年8月のことを思い出せば何でも乗り越えられる気がしてくるんですよね。もう2023年8月はもう毎日本当にねアイドルズの舞台やってたんですけど、もう毎日もう泣きそうになってたんですよ。あの日のことを思えばなんか何でもやれる気がしてきて、そんないろいろ重なってたんだよね2023年8月、あの日のことは忘れもしません。本当にもう結構私の STU 人生の中でもう本当に上位1位にランクインするぐらい、もう結構もううわーってなってた。達成感がえぐかった本当に。舞台でした。ありがとう。人は窮地に立たされるととても成長する気がします。いや、いい経験ですよ、本当に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 。まあ、ありがとう。おひな様おひな様？合ってるよね。ありがとう。お代理様どう、これ合ってんのかな。ありがとう。ひな祭り、え、待って、3月3日かひな祭りって。何するんだっけ3月3日って、ね、何するの。家にはあの何ですか、ひな祭りの、え、ひな壇、ひな壇じゃない、なんだっけあれえ、なんかあのあれは飾ってない、ひな人形だ、ひな壇じゃないひな人形、あれはちょっと、そう、あ、オンライン話か、あ、ね、知ってるわ、違う違う、そういう方聞いたんじゃなくって、なんか節分は豆とか食べたりするじゃん、じゃなくってひな祭りってなんかすることあるんかいね。あ、ちらし寿司、ちらし寿司ね、はいはいはい、
昔飾ってた、いや家は飾ってなかったけどおばあちゃん家が飾ってたな、結構大きめのやつ。うん、いやひなあられ食べるん、ハマグリのお吸い物。え、ハマグリ、え、みんながハマグリって言ってる。ハマグリ食べんの、ハマグリ、ハマグリとか食べることないんだけど。ナダダン飾り、え、わかんない。四角いひし餅は聞いたことある。ハマグリ食べんな。アサリやシジミでもいいかもね。え、そうなの？ハマグリじゃなくていいの？アサリとかシジミでもいいの？うん、わかんないけど。そうなの？大丈夫。え、貝類食べるってこと？じゃあ、つぶ貝でもいいってこと？そういうことですか？ありがとう。粒貝大好き。貝の汁物は何でもうまい。彼しみるよね、もうあーって感じ。うん、なあ。今月も見れない私の公演。嘘、3月公演9日10日くらい。え、17、あ、ドラサンイベ卒業コンサートは31にあります。みちゅさんね、今日もおきちゃんと練習してて、終わった後一緒にやってたんだけど、そう、助け合い。もうなんか久しぶりに会いましたね、おきちゃんに。なんかあんまり会ってなくって、うん、会ってたか、お話し会だってたけど、そんな、なんかめっちゃ喋ってたわけでもなくって、久々に二人でなんか会いましたね。で、油そば行こうや、油そば行こうやって誘ったんですけど、そう、レッスン前に。でもレッスン前に油そばを食べる時間なくって、結局。そう、なんかおきちゃんとよく行くのは油そば。ありがとうございます。でもなんか最近おきちゃん、嫌だお金ないからって言ってくる。行こうや、嫌だお金ないよって。節約、あの、節約してるらしい。
油そばよく行くんよ。好きなんよね。今日から節約生活、あ、今日からなんですか。え、今日で誘ったんや。そう、じゃあもう一回誘ってみよう。今日からだよ。あ、男女呼ばないの、ちょっと待って、なんかねバグってる。ビタミンさん、ゆうくまさん、きなぺこさん、ゆずきちさん、まめさん、たろうくんさん、東京のすわんさん、もとまちさん、くまねぱぱさん、かめきちさん、ふくたろさん、すばるさん、ピロミーさん、ありがとうございます。みんなまた明日、明日はみちさんの卒業公演に、はい、出演させていただきます。ごめんなさい、ありがとう。ドラマもありがとう。また明日。はい。おやすみ、おやすみ。バイバイ、またね、またね。明日行くね、待ってます。おやすみ、またね。休んでね、ありがとう。今日もありがとう。お野球、お特急、また明日。おやすみなさい。ご視聴ありがとう。おやすみ。いやー。